この動画は、これらのモッドを使用して、やりたい放題するだけの動画です。過度な期待はしないでください。チェーンヘルムの影が天然パーマみたいになっている、ともっちゃです。今回は前回の予告通り駅員を佐賀村に連れて行きます。ついでに、運河村に置きっぱなしにしてあるヘリを回収しに行きます。ヘリのある運河村までは霊感で向かいます。そのヘリで佐賀村まで駅員を輸送します。せっかくなので視察カタパルトから発進。この、射出後に少し沈んでから上昇するのが、すごい好き。運河村にはテレポートで行ってもいいんですけど、いや、機体を乗り換えることになるので、むしろテレポートの方がいいのですが、飛びたかったから飛びます。わーい、空飛ぶの、楽しい。運河村紹介業も久しぶりですね。建設したのは、何は ?57 っすね。20話以上も前とか、歴史的建造物かな？安定の橋くぐり。カーラーノー、着水。最近はトンネルばかりであまり建築してないから、そろそろ発作が起きそう。奥に見えるのが、置き去りにされていたヘリです。接岸する頃には真っ暗に。この後夜間飛行しちゃって真っ暗なままなのでカット。ぽえー。というわけで、キノコの里の港に来ました。ここには過去に保護されたワンコたちが暮らしています。何話だっけ？ここは42話、上陸は47話っすね。働かざる者食うべからずというわけで、佐賀村駅の駅員となってもらいます。ここはあれですね。キノコの里、食料訓練センターです。晴れて卒業を果たしたワンコとメイドさんは、周辺各地に就職します。めっちゃ雨降ってるかな。過去の卒業生は、運河村のカフェなどに就職しました。今やゴーストタウンと化した運河村で、お客を待ち続けています。そんなわけで、佐賀村上空に到着。天気が悪くて空撮しても微妙。空撮が今回の目的じゃないから、さっさと着陸しましょう。ほえメイドさんはキオスクの店員、ワンコは駅員をやってもらいましょう。後でエンシェントウォーフェアの兵士も用心棒に配置しておきましょう。あとは細かい位置の調整をしてっと。これでよしっと。ちょっと天気悪くて暗いけど、晴れるまで待っていられないので、今回は撮影続行。っていうか、天気悪い日の方がレアですから。雨天の佐賀村駅の映像は貴重ですよ。どうポジティブ。これでようやく佐賀村駅の工事も完了なので、第二次佐賀村復興工事も完了です。ついでに前回言っていた、アステル村側のループ線を整備しましょうかね。
天井張り忘れてた。73話でも見えてたっすよ。撮影前に直しておけばバレないバレない。これでよし。カメラ回します。はい。というわけで、アステル村側の配線を見直して、ループ線を作りました。これで佐賀村とアステル港をスムーズに往復できるようになります。また、北に向かっての延伸準備を進めています。将来的には、ウンガー村まで延伸して、インドメサ村にある地下鉄とも接続することが可能です。何年後になるやら。営業車両第1号となる、貨物列車も作りました。貨車はこの左側にあるのを7両ほど繋げています。牽引車両は V60 です。またかよ。いろんな車両使った方がいいだろ。常識的に考えて。この車両は思い入れがあってだな。N ゲージの機関車って昔は4000円以上してたんだが。今は最低6000円くらいだけどな。で、当時のお小遣いで買えそうなのが V60 にそっくりなやつで3000円だったんよ。ベーシックセットの N ゲージに初めて車両を追加したのがこの機関車だったのさ。ほん。同じ区間を走るディーゼル車両を統一したいというのもあるがな。まあ、そんな個人的な思い入れはさておき。夜なのでアステル村のゴーレムさんたちの様子を見ておきましょう。毎晩毎晩バトルロワイヤル状態のアステル村です。スケさんの遺品とゴーレム、早速ワンキルしたようですね。新たな挑戦者、ゾンビ、そし。さすがゴーレムさん、ゾンビの残骸は回収しておきますね。戦利品を横取りしてるだけだろ。ゴーレムさんにとって、ゾンビーフには何の価値もないからゴミと同じだろ。ともかく、アステル村をゴーレムの村にする計画は続行するからな。さてさてさて、80話からの作業についてですが、やることがいくつかあるので気の向くままに同時進行で進めていきます。先ほども述べた、アステル村へのゴーレムの移住、ピリカンプから北ピリカへの移民、伊勢崎村と新しい村の併合、マイホームと伊勢崎村をつなぐバイパス建設、アステル交易からウンガー村に向けての鉄道延伸、これらの工事を10話ほどで終わらせます。ウンガー村までは距離があるので、マイホームの隣に用意してあった敷地に中間駅を建設します。ついに自宅の前に駅を作るのか。初見なんよ。あれだけでかい施設の前に駅を作らんでどうすんだよ。マイホーム一軒でアステル村や北ピリカよりでかいってどうなの。今までの開拓事業への貢献を考えたら妥当だな。はいはい。とりあえず、下準備の伐採と、若干の延伸だけしておきます。次回から本格的にピリカンプ周辺の調整事業を進めていきます。今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオー。